今日はですね、えー、ちょっとね様子見てたんですけどね、あのー、やっぱり自民党の総裁選が、です、ね、告示日が12日近づいてくる中で、まあ、週末ということで、いくつか動きがあったんですね、で今回、ですね自民党の総裁選も非常にね、国民にとって非常に大事な中身になりますので、なるべくね、あのー、早くデータが入った時はね、あのー、緊急にこうやって配信することを含めて。 えお伝えしよううとということにしましたでまあ今日ですねあの実はあのこの間私もですね独自にねいろいろですね、あのー、鑑定筋も含めて取材もしましてまた合わせてですねいろいろ協力関係にあるね、えー、まあジャーナリストとかですね、えー、まあ新聞関係者あるいは政治関係者ですねこういうところから情報を得て皆さんになるべく生のデータをねそのままお伝えすると。 あんまりバイアスが入ったものね。でもこれバイアスが入ってるのもね。 1え一つの情報なんでね、それはバイアスが入っているか、こういうふうに入っている可能性がありますよというふうに言うんですけども、私としてはだなるべくですねデータのためのデータとして集められたものをね選んで、ですねなるべく皆さんにお伝えするようにしていると、まあ、この間もですね、えー、安住明子さんですね、政治ジャーナリストの安住明子さんをお迎えしたですね対談、この間の4日にやったんですけれどね、その場でもデータで、今、ですね具体的に、 自民党の国会議員の中で何人がです、ね、どの候補者ですね、12人出てるわけですよ、これまた紹介しますけれども、おまあ、支持してるかと。 おまあ、実名のリストをです、ねえー、毎,毎度手に入れているんですね、で今日もです、ね、新たなリストで、まあ、若干ですけど数字の変化があったということでお伝えしているんですがどうもです、ね、この数字の変化の裏に、ねえーまあ、あの安住明子さんもおっしゃっていたんですけど、ね、いろいろです、ね、岸田文雄総理の思惑とかあです、ね、キングメーカーの座を争っているです、ねえーまあ、菅義偉元前首相 そして麻生太郎副総裁。えー、そしてですね、まあ、重鎮の一人であるね、甘、えー、あ明、まあね、元経産総元幹事長ですね。こうしたところの意向が動いてですね、支持動向が変わりつつあると。 いうことが分かりましたので、今日ですね、これ、一番新しい数字、今日の数字なんですけども、候補者ごとのものを出してみました。で、これがざっと見るとね、あの今、一番集めてるのが小林さん、36.5っていうのはですね、この12.5とかの対応していまして、ある議員さんがですね、えー、絶対に加藤さんか小林さんか、どちらか必ず入れるよっていうふうにね、マスコミ的にもね、表明してる議員さんがいるんですね。それで0.5 評価されてるんですけども基本的には、ねあの、あとは、ね、SNS 上で、えー、支持表明をしたり、あるいはです、ね、実際に一緒に行動しているで、もう、ね、選挙対策体制を取っている。 うところがほとんどですからねあのそこに今参加して名前が出てる人がいっぱいいるんですよねでそういうところを数えるとこういう数字になって1番目が小林孝之さん小馬ホークって言われてる人ねで2番目が官房長官の林義政さんえー、3番目がですね現在ね 今日これ、さっきまで責任あってたんですけども、実は面白い話がありまして、ついですね、数時間前に支持表明をした人がいるんで、数字変わったんですね。さっきまではですね、小泉慎次郎氏が22で、石破茂氏が21だったんですが、 1>, あ1名増えて22年目になりました、そしてその下にですね河野太郎さんがですね17、高市早苗さんが16、茂木利光幹事長、ちょっと振るわないですね、16、上川陽子外務大臣14、加藤勝信元官房長官が12.5、そして斉藤健、えー、経済産業大臣が5。 お野田聖子さん一人増えまして、えー、4、えー。そして、綾山まし原さんちょっとね、あの、だいぶ NHK にも抗議してですね、自分を外して報道するのはけしからんということで、えー、けしからんだけじゃなくてね、まあ問題はあると思うんですよね。で、抗議文書をね、放送法にも続いてやるってまあ、まあ元ジャーナリストらしいやり方でね、抗議はしてるんですけども、もう率直に言ってご本人も一番お分かりでしょうけども、とてもじゃないですけども、 おお、12日までにですね。 えー、国会議員の推薦に二0を得るっていうのには、この辺はもう絶対絶望的ですよね。はっきり思う。で、絶望っていうか、斎藤さんは別の思惑があることが分かってるんですけど、多分この、この5人は小泉慎次郎さんに合流します。まあそういう情報も得ています。で、えー、この中でね、特に注目すべきことなのは、この間もですね、私のあの、インテリジェンスウェポンのノートでもお取り上げたことはあるんですが、どうもですね、 8月の後半からですねどうもいろいろ動いてきて首相官邸が企んできたことおすなわち1回目の投票では誰も過半数を得ないんで決まらないとで2回目の決選投票1・2投票は小泉進次郎と石破茂氏の戦いになってで最初流れていた情報は小泉進次郎氏が勝つんじゃないかと。 いうような情報が流れていました。で、実はですね、あの昨日皆さんご存知だと思うんですけれども、お小泉進次郎さんがね。 あのこれ、あれなんですよ、総裁選に向けたポスターも作ってるんですね、小泉さんね、これ、ポスターで、これはあの演説会告知、もう先行して演説会やってるんですが、横浜の桜木町駅前でね、今度の日曜日9月8日16時からやるという告知のあるんですけど、こういうポスターも作って、昨日ですね、記者会見やって発表してます。で、政策も発表してね、いろいろ話題になる政策を出して、これについてね、 あのー、実はあのー、午前中からですねこの記者会見にも行った記者も含めてですねちょっと意見交換したんですけど今回、本気でこれ勝機だとでもう今までのなんていうかねよく悪口で言われるんですけど小泉公文っていうものから離れてね、えーまあ、相変わらず口調に似てるから中身ないよなんて言ってる人もいるけど結構ねあの今までの彼の話の中では。 一番中身があったんじゃないかっていうのはベテランのですね、政治記者とかあ、週刊誌の記者の意見でした。そして質疑応答もね、割と的確だったと、答えもね、えー、いうことで、これは小泉進次郎で決まりじゃなんじゃないかっていうことが午前中ですね、あの言われていたんですねで。ところがですね、ここに来て、あの安住明子さんが水曜日に行った気になることはですね、どうも石破茂さんをですね、 えー、岸田文雄首相が後押ししだしたらしいという話が出まして、えーまあ、石破茂さんとどうも会食もしたり、石破茂さんをしてる人たちともだいぶあの話し合いをしたらしいんですね、岸田さんがね。でまあ、これはあのー、成功法で取材してましてね、いわゆる新聞の思想動線も載ってるんですけどもで、なんでそうなのかっていう話についてなんですけどね、どうもね、やはり、あのー、この裏にはね、 誰がキングメーカーになっていくのか、まあ、首相は今度降りようということを決めた、この首相を降りるね決断に関わる話も、実はとんでもない私情報を仕入れてまして、これは近々ね、おそらく月曜日くらいになっちゃうと思うんですけどね、裏取りもやってるんでね。あのーまあ ノートのねイント、インテリジェンスウェポンのノートに詳しく書いて、わ、えー、かる範囲で YouTube で言えるかもしれませんあ。それちょっと微妙な問題なんで言えないかもしれないですけどね。あの、いうことなんですけどね。あの、でも、首を辞めても、キングメーカーとして、えー、やっぱりこの政権を動かしていきたいという思いがあるわけですよね。で、実際に、あの、かなり健忘術数が長けてる方なんだなと。 おー岸田文雄総理はね、で私、こういう言い方するとすぐみんなね、岸田さんを持ち上げてるとかね、だから最近なんか変な誤解があって、ですね青山繁原さんの応援に転じた、私、誰も応援してません、ね、これだけ宣言しておきます、あの選挙の時の報道と同じように、今回の総裁選も、はっきり言えば個人的に知ってる方もいるんですよ、この中に、あのーまあ、石破さんなんかそうなんですけどね、あのー、だからって言って、肩、えー、入れしません。 あの客観的にあの言ってることと情勢を伝えるというスタンス、この間の総選挙のね、総選挙というか、都知事選とかあー、衆議院の補選の立場で、この総裁選も皆さんにお伝えをしようと思うんですよ。まあ、そういう点で、その人が言ってること、正確なことをマスコミが伝えないことであの、皆さんが分かりにくい、伝わりにくいことは伝えようと思ってますが、それが決して、例えば青山さんの方を持ったとか、野田聖子さんの方を持ったとか、あるいは、 あ、小泉進次郎さんの肩を持ったとか、そういうことではございませんので、これだけは最初に宣言しておきます。でその上でね、えー、言うとですね、この戦いの裏には、あ、ちょっと最、あの、前段でも触れましたが、岸田文雄首相にとってはね、やっぱり一番のライバルがですね、当面は菅義偉前首相なんですよ。菅義偉さんは、 あ特定の派閥を持たないと言いつつ菅グループというのを持ちながら結構いろんな人に対して影響力を行使してますそして今回は小泉進次郎氏がね、えー、父親の小泉純一郎氏の50歳までは総裁選に出るな、えー、という話、えー、ですね家訓みたいなもんですねこれをですねあえて、えー、と解きほぐしていってですね強力に、えーまあ、立候補に向けて、えー、歩,歩ませる上で 決定的なバックアップしたのは、菅義偉前首相です、まあ、そういう動きを見ていて、えーまあ、岸田文雄さんもですね別に小泉さんっていうのはね、ね非常に岸田さんにとっても非常にそれほどですね憎いような人じゃないんですよね。だから、まああの、応援してもいいんだろうけど、やっぱり菅さんが推してるっていうのは気にかかるということでね、やっぱり菅さんに,対抗,さんに対抗するという意味で、あえてね、 この間、苦労していた石破さんをね、押、え、そ、ー、うという流れを作りつつある、そして面白いんですけどね、後ろからどの陣営も操ろうとしてる、例えば、斉藤健、えー、経産大臣のところにはあ、岸田文雄総理のですね、一番の副審である木原誠二衆院議員。 幹事長代理がいますこの人がでも今ですね、小泉さんにだいぶ接近していて、いろいろ粉をかけています。でおかしいんですけどね、この木原誠治さんの仲間である平正門さんという方が、正明さんという方がいらっしゃるんですけども、この方は石破さんを今押すようになっています。だから石破陣営にも小泉陣営にも岸田さんの息がかかるようにはなってるんですね。でもどちらかというと、お石破陣営をしていって、 えー、この斎藤陣営をここに取っつけることで、多少はですね、えー、保険をかけるような形でコントロールしていくと。でも、まあ、あのー、菅さんの思い通りにはさせんぞというような思いで石破さんをしているというところでですね、実は前回までね、いろいろ言っててですね、えー、確実にですね、推薦人数の20以上を超えている人ってのは限られてたわけなんですよね。えー、小泉さんも、 20行くか行かないかってとこだったのが、まあ20超えたんですけどね、同時に石破さんも20超えたと。なかなか超えなかったわけですよ、16ぐらいでね。えここに来てですねあの、やっぱり風向きをね、えー、捉えたですね、議員たちが次々に加わってるんじゃないかと思います。えー、そういうことでね、こう上がってきていると。ちょっとね、 ここから下あたりとはちょっと差がついてきてるなっていう感じなんですね。で、えー、もう、で、念のためにね、説明しておきますとね、小林さんこう走ってるけども、んで、この状況の中でね、林さんも走ってるという状況で、ここから上4人の話をしますね、これからね。なんで、えー、首相官邸筋が、 決選投票では小泉対石破になって小泉が勝つと言ってると。ところが石破が勝つんじゃないかっていう可能性もあるよっていうのは安住ア子さんいっしお,おっしゃってたんですけども、じゃあ小林さんのことを高く評価してました、あのー、安住さんはあ。やっぱり期待を集めて若手としてね、えー、期待を集めたということがあるんだけど、なんで、ね、こっちが先んじるかといったらですね、えー、知名度の問題、ね、知名度の問題と実績の問題でいうと、知名度はまだ 千葉県、千葉2区の方で全国的ではないんですね。で、ところがですね、石破さんは、あの、大臣もいくつもやった防衛大臣もやり、地方創生大臣もやったときは大きいし、党の幹事長もやってます、まあ。そういうことで、自民党の中では全国的にいいですね、影響力を作ってきた人です。全国で石破さんの支持者が地方の党員の中にもいっぱいいらっしゃいます。 ですから、地方で強いんですね、石破さん、いつもね。これ、総裁選過去4回出てる中でも、それは証明されてます。小泉進次郎さんは、やはりですね、親の七光だけじゃなくて、本人も相当ですね、あの人気がある人です。あのかなりあの演説なんかも人が来ます。いうことで、えー、この2人は地方の票をかなり取るんじゃないかと。で、この2人比べると、小林さんはちょっとまだまだね、 全国的な知名度はありません。今回が出発点だと思うようなところですね。じゃあ、林さんどうなの林義正さんは官房長官じゃないかっていうけども、これは前回ご説明しましたが、この25人のうちの22人までが、宏池会、えー。まあ、これは岸田首相と同じ派閥になるわけですけど、出身派閥なんですけれども、宏池会というところで固まっちゃってて、あとは無所属なんですね。他の方はいろんな派閥の人が集まってるんですよ。そういうところに行くと、もうこれ以上支持伸びないなと。 今回,今回はだから将来のために自分のためにね、えー、固めてですね、まあ、総裁選に出て対立候補になった人っていうのは後でね、いろんな党の役職人事につけるとか、あるいは大臣で優遇するとか、そういうなんていうか関連みたいなのありますからね、そういうことも含めてやってるんだろうなと。まあ、他の方もちょっと似たところありますけどね、他にもいろんな思惑が効いてますからね、あれですけど、今回この4人に絞った話をしてます。えー、いうことで、この人たちが決戦投票で上がるんじゃないかっていう一つの可能性が、 あ今日のデータではかなりね可能性が高くなってきたなというところを皆さんにお伝えしたかったわけです。でこの内容についてはですね緊急にですねこれを元になった生データもですね有料部分で公開する形の無料部分で十分この筋が明るいように書いてますがあインテリジェンスウェポンのノートの方で今日この後ですねおそらく12時までには出せると思います。 これを出そそうと思ってておりますそしてですしでねこれもお知らせなんですけども、今回の総裁選ね、で石破さんもですね、まあ、この間、先にですね私、SNS でも出したり、ノートでも出してるんですけど、小泉進次郎さんはすでにね2回、ですねさっきお見せした9月8日、桜木町もそうなんですが、あ明日ですね、明日の13時から銀座4丁目交差点、東京のね、 えー、街頭演説やんですね。で、12日からが総裁選なんですけど、総裁選先駆けて、事前の演説をやっちゃうと。別に公職選挙法で縛られてるわけじゃありませんので、総裁選ね。やりたいと思う人はやれるそうなんですよ。で、国民に、どんどんね、意見を言ってもらって参加してもらうのは大事だっていうことを記者会見でおっしゃってました。しあの小泉慎次郎さんと選対の方々はね。で、実際に国民からのボランティアも、この運動活動の中で、 えー、募集してますということもやってて、だから参加型の、ね、総裁選やろうという意気込みでやってるんですけど、まああのー、7日にもやるということ、えー、そしてです、ね、石破さんですね、石破さんもこういうリーフレット出しました、政策も出てます、これもノートに、これ、えー、いわゆる無料公開部分載っけてますから見てほしいんですけどねで、石破さんも日曜日、えー、9月8日の日曜日、えー、17時、午後5時から、 亀有駅の南口で街頭演説をされる、もう体制が整ったってことですね、急速にね。あのいうことでやることになりました。で、このね、あのー、7日の、7日のですね、小泉進次郎さんの銀座4丁目の演説と、8日の石破茂さんの亀有駅南口のこの1 7時間の演説。両方とも 私、あの、金井さんとも相談して、生配信することにしました。えー、現地に行ってですね、えー、YouTube で、えー、ライブ配信をしようと。やっぱりそれだけ重要なね、意味があると思います。まあ、いろいろね、あの、例えば、あのおおお、X なんか見るとね、石破さんはどうも増税主義者みたいだからダメだとかね、石破さんの、あの、支持表明をした議員なんか、X なんかやると、リプライでも、そんなのダメだ、あんたはもう二度と支持しないと怒ってるてますけどね。まあ、そう、まあ、いろいろありますんで、 その政策をどういうふうに訴えるのか、どんな様子なのか、例えばこういう街頭宣伝になったら応援する議員も駆けつけると思うんですね、どんな人が顔を出しているかっていうのをね、様子でお伝えできると思いますし、進次郎さん、勢いも分かると思うんですね、進次郎さん、どんな人たちが銀座で集まるのか。 そういうういいことともお伝えしようと思います返すも言いますけども、これからですね総裁選、総裁選の正式の日程での街頭演説もあって、ですね全国的に行われるんです、す全部は追っかけられないと思いますが、あの東京でやる部分は追っかけていこうかなと思ってます、あるいは近くの、ね、県だったりしたらね、行こうと思ってますけど、あの決してですね、 特定の誰かの候補を応援するってわけじゃありません。ただ応援しない候補者はいます。河野太郎氏です。私はこの人だけは絶対にダメです。あの、チャイナと利益共同体の人なんかを総理大臣にする気はありませんので、えー、それ以外は、 まあ他の方もね、いろいろ中国と関係ある方もいるんですけども、まあ有力な候補者ですね、上位有力、まあ5人入ってるわけですけど、河野さんもね、6人入るやは高橋さんも入るわけだけども、まあこの6人の中では河野さんだけがチャイナ、チャイナビーキーかなという感じもします。新次郎さんは新次郎さんはね、本人はそうでもないんだけど、これね、これももう一つ言っておきますね。新次郎さんと河野さんの仲間ですからね。ソーラー外せるの。これは言っておきます。これは言っておきます。 あと、ただ、新次郎さんね、ちょっとね、私注目したい政策があるんですよ。何かあったらね、いや、自分の親の世代で拉致問題を最高指導者と話し合ったと。で、自分がね、総裁になったら、日本の最高指導者の息子、二代目と、向こうも最高指導者二代目ってから、向こう三代目なんだけどね。でもお、親父さんだよね。小泉純一郎氏と話し合ったら、キム・ジョン・イルの息子が会うことになると。息子同士で解決しようじゃないかっていう。 言ってるそうなんですよびっくりびっくりび,びっくりびっくくりりだと思うね、でも本当なんだよ、これ確かにそうだよね。で、うん、政策見たらそう書いたんだよ。へえー。うん、ちょっと見方変わった、うん。そんなことをね、だから拉致問題ね、あの実はあのー、拉致問題関係者はね、この総裁選で何も言わなくて、けしからんって言ったらね今、今のところはっきり言ったら小泉進次郎なんですよ。そこはね、ちょっと見ていこうと、まあ、2代目って意識なあるんだろうね。 うん、いうことなんで、えー、それをやりたいと思いますんで、ぜひですね、明日の配信なんかも、おまあ、あのライブ見れない方はね、アーカイブ見ていただければいいなと思うんです。でね、ぜひご覧になって関心持っていただく、批判的に見ていただくことが大事なんじゃないかな。 思います、はい、ということで、えー、総裁選も皆さんに新しい情報をお届けしていきますので、引き続きお願いいたします。えー、ノートの方もね、えー、ぜひご覧になってください。また、これ、機会にねぜひ、えー有、有料の、ね、ノート会員になっていただくのはありがたいです。ということです。はいえー、この生データも、ね、ノートに載ってますからね、見てくださいね。無料で見れるやつに載ってますから。はい、ということで、えー、今日はここまでにします。また明日お会いします。よろしくお願いします。